丸に足の歪みを解消、足半で改善する歩き方に行きたいと思います。まず足指を、床にしっかりと設置させる、または足指がつかない方は、黒いグリップをしっかり握っていきます。からかかとをしっかり、着地させることですね。ここが大事なところ。両方とも、足指の指に関してもかかとに関しても力は入れすぎない、脱力した状態で自然に足半の上に立ちましょう。はい、そこからですね、足の歪みを解消する歩き方のコツでございます。まず歩き方ですね、はい、右足を2人ともスッと上げて90度上げましょう。うん、上げて、そこから右足をペタッと着地、そう、そこでストップ。両方の膝裏がしっかり伸びている、これが、歩行としては正しい歩行となります。はい、もう一回足戻して、はい、90度アップ。はい、ここから足裏をペタッとスタンプを押すにくっつける、そう、そこでストップ。はい、もう一回足をアップ、90度上げて、ここから足のスタンプを押すようにして、ペタ、両膝の裏を伸ばしていく。はい、このエクササイズを1日10回かける3セットを繰り返して、体幹のバランス、そして膝裏を伸ばすというところですね、意識してトレーニングしてみてください。